あとは、チェルシーの話で言うと、なんで今こんな状態になってんだっていう、選手たちのモチベーションがちょっと低い感じで、オーナーがこう大金大盤振る舞いして無双してっていう。で、新しく取ってきた選手も、もうスターリングも売りに出されるみたいな、オバメアンとかもみたいな。え、どうなってんのみたいな。でも、直近のクリスタルバレー戦、さっき見てたんだけど、いつもよりはモチベーション高そう。まあまあ、ホームっていうのもあるけどね。で、若手選手が多かったんですよ。新しく入ったバディアシューとか、ヒアラが中盤だったし、そう、あの、ルイスホールとか。 そういうふうに考えると、今、あの、チェルシーがさ、プロジェクト2030、ビジョン2030みたいな、ビジョン2 0 3なのか、なんかプロジェクト押してて、まあ、とにかくアカデミーとか若手を押すみたいなプロジェクト。で、トットベイリーがそ、チェルシーのオーナーがトットベイリーでいいんだよね、あのトゥエルの解任の理由を喋ってて、それによると、ぼやかしてんだけど、ビジョンを共有できなかったみたいな。自分たちが思ってるビジョンをトゥエルが、えー、共有してくれるっていう確信が持てなかったから変えたみたいな。 で、その後に決まったのが、ポッターなのよ。で、ビジョン2030っていうのは、そのトットベイリーがオーナーになる前から上げてたっていうような、まあ、ゴールの記事とかではそんな書き方なんだけど、でもビジョン言っててビジョン2030出てきて、若手中心に行きますみたいな。今、チェルシーの代名詞みたいになってるじゃん。で、ポッターって言ったら、まあ、ブライトンを、あの、どんどん強くしたっていう、まあ、 もう若手を中心にビッグクラブを生まれ変わらせるっていうか進化させるっていうところで言うと、トゥエルがそれやってくれなかったけど、その次の人材としてイングランド人だし、でし、なんかこう適切な感じするじゃん。まあ一応若手監督でね、その監督自体もそういうね、プロジェクトの広告等になれそうだし。で、これ言っとくとトゥエルは別に若手使わないわけじゃないですよ。あのアカデミーとすごい連携取ってたらしいし。ただ、クラブがこいつ使えって言った若手まで使うぐらい現場介入は許さない人ですよね。 取ったさ、自分のスタッフとか全部呼んできたって言うじゃん。だから俺、これで言うと、クラブは若手中心にもう、本当に強烈にしようとしてると。外から取ってきた若手と自分のところの若手と。で、そういう若手中心できるような、イングランドの新進系監督を連れてきた。ってなると、今までいる選手たちとしては、え、俺らリストラ大将会みたいになるのかなって思って。で、新しいスタッフの人たちがバーっていて、そこで考え方がガラッと変わるじゃん。 てな,となんだよ、このスタッフたちみたいな、それこそお前らブライトンでやってたのろみたいな、そういうプライドもありつつ、みたいな選手と分かりました、それでも頑張りますっていう、その2つに分かれて、その2つに分かれた溝がチームのモチベーション低下につながってるって考えるのがいいのかなと思って、そう。で、それがあのクリスタルパイセンとか新しく入ってきた選手、すぐ使ったし、今で優勝しとか、で、若手選手、どんどん使ってるでしょ、竹アめとかもそうだし、ね、トップ下で出てた。 クラブの考えと監督の考えが共有されてるから、あの結果が今、成績悪くても解任されないし、そういうスタッフとかも呼んできてるから、今、チェルシーの内部をもう選手から、こう、その考えにこう一緒に歩ける人とそうじゃない人の振り落としかかってて、もう、振り落とされる側も、まだわがまま言えた時期だけど、どんどん新しい人取ってくると、そっちつかるがわがまま言えないようになって、どんどんチームが浄化されていくっていうか、哲学違うやつを振り分ける段階っていう。 でこれは俺、あの、細かいことは、まあ言いたくないですけど、僕自身もこういう経験してるんで <laughs>。そう。ってなると、結構ね、チェルシーの、そのチームのムードの悪さと、ちょっと良くなってきた感じと、なんか、オーナーの、あの、トゥエル解任した時の考えからポッタにしたとこって全部つながってきて、うん。チェルシーが結構強引な内部改革を、監督とスタッフ全部連れてきた上に、そう、選手も入れ替えて、もう本当に、だから、あの、前のさ、アブラモービッチ、 食を全くなくなして,なくしてトットポーリー食チェルシー、トットポーリーチェルシーを作ろうとしている段階で起きているハレーションが今チェルシーに生まれているのかなと思いますね。そうアカデミー使わないんで、これね、これ結構さ、このチャンネル来てる人はあの空気感わかると思うけど、確かに若手使わないんだけど、 若手が伸びるわけじゃないじゃん。伸びるベテランもいれば、絞む若手もいるじゃん。ベンゼマが30からこの曲線描くって思った人いないでしょ。逆に誰ハリロビッチがこんなにどんどん出てこなくていなくなっていくとは思わなかったじゃん。みたいなことで、あの、選手が成長するかどうかって、若手かどうかじゃないですよ。その選手自身が自分に矢印を向けて頑張れるかどうかです。あ、デリアリとかもそうだよね。デリアリがもういなくなって、ね、ベンゼマとかモドリッチがさ、もうワールドカップとかで、ね、ワールドカップで活躍したりさ、バロンドル取ったりしないやだから、 現場で見てるとそうやってわかんのよ。あ、こいつ若手だけど伸びないなってやつと、あ、この子ベテランだけどこっからも伸びるなって、これは本当にわかんの、これ。とえるなんてより一層わかるでしょ、あんだけ。ってなるとそこで若手だから使えったときに、いい選手を守らないとマネジメントできないよ。 え、俺、年取ってるだけで使われないんですかってなったら、チーム壊れるから。からそこで強引に若手を使うっていうのは、結構ね、経営者とかファンのサポーターの理想なんですよね、ただの。そう、ブスケとかそうだし。だバルサも昨日は勝ったけどさ、基本的にバルサがそれでいいサッカーしてるかっつったら別じゃん。ピケのところとの話だけどね。だこれがね、世間一般に浸透してないってことは、そういう考えの人はいっぱいいるってことなんよ。若手いいベテランだよ、みたいな。だって俺がね、スポブル出た時とかもさ、いやもう、 ベテランはいなくなる文化だからってね、あんだけベテランで色眼鏡で見られてた中澤さんですらそう言ってるから、自分の現役の頃とか関係なしに、だからそういう風に、ベテランイコール悪、若手イコールこっから伸びる未来みたいな。これ実際違うのよ。未来を担うベテランと未来を潰す若手がいるよ。っていうのを冷静に見れる人が現場にいて、冷静に見れない人が外にいた場合、そこで起きるハレーションだったり、それの幸せって全部現場に来るから。 でそこはそんなに雑にこのカテゴライズしちゃいけないんだけど、雑にカテゴライズする人が権力持ってるっていうのはありますからね。坂君、若手引導渡すのではなく、若手が実力で掴み取っていくものですよね、普通。そう。だから、ね、若手でね、出てくる人って別に誰かが抜擢したとかじゃない。普通に出てくるよ、ガビとかさ、今。 ペドリもそうだし、昔のイニエスタとかもそうだからね。逆にサポーターがあれだけ使え使えって言ったけどね、リキプッチは全然になっちゃったし、まあ、戻ってくるかもしれないけどね。この辺の普通は普通にされないんですよね。なんかサカスもスミスローも最初からめっちゃいい。そうそう,そう。まあその辺がね、まあチェルシーで起きてることっていうか解像度がまあ、まあ、いつもいいけど、<laughs> スターリングでチェルシーに興味失ってますから僕に関しては。失ってるというか、かなり。 いいんだけど、いいんだけど、スターリングが試合で言っているとちょっとなえるってやつですね。<laughs> すごいね、<laughs> うまいことご合致したり、ね、ずっとやってたやつが。それがね、うちを、チェルシーのこと話し、ムドリクのこと話すから、この配信の前いろいろ調べて、試合見てってしたんだけど、まあこういうことかなって思ってますね。<laughs> ポッターが放出したい人放出してマネジメントしやすくなって、リース・ジェームスが復帰したら、リーグーション狙いレベルですよ、ね。そうだから、あとはね、そのオーナーがどっち側かがまだわかんないからね。 トゥエル簡単に解任しちゃうオーナーが、あれな感じはしないんだけど、うん。でもまあ、もうちょっと見なきゃいけないですしね。だって昨日やってたサッカーとかもね、サイドフロントとかガンガン立っちゃうし、ビルドアップの時降りちゃいけないとこガンガン降りてるけど、今ってそういう戦術的なチーム作りになんてできない状況だからっていうエクスキューズもポッターにはつけてあげられる状況ですからね。スターリングに試合するのはいい選手なんだろうけど、なんか男として尊敬で。まあ、スターリングは、 古速さがあって、リシャルリソンは万有みたいなね。多分、リシャルリソン戦場いたらね、勇気あるけどすぐ死ぬタイプだと思うんですよね。悪いやつじゃないけどっていう、その。なんか最初的だけど仲間になるタイプですよね、リシャルリソン。僕、リシャルリソンは全然嫌いじゃないんですけどね。ああ、こう、ね、友達の中に一人いてほしいな、みたいな。一緒にピンポン出しとかしてそうですよね、小学生の子スターリングの場合ね、なんかこう、一緒にガラス割ったのに一人だけ先生に謝り行ってるみたいな、なんかそういうこと。 えー、最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいんでチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろなサッカー界の話を中心に喋りましょうしバイバイ <music>